楽天3-1日本ハム、25日、エスコンフィールド、25日にエスコンフィールドで行われた楽天戦後、今季限りで現役を引退する日本ハム鍵谷洋平投手の引退セレモニーが行われた。ビデオメッセージでは、ドジャースの大谷翔平投手が登場。2012年ドラフト同期に赤別の言葉を送り、本拠地はどよめきと歓声に包まれた。実際の動画、 大谷翔平がいじり、少し悲しい。場内もどよめいたビデオメッセージ大谷は、こんにちは、そしてお久しぶりです。この動画を見る頃には感激のあまり前が見れていないんじゃないかなと思います。もしそうじゃないんだとしたら僕は少し悲しいですといじり、鍵谷は苦笑いだった。ドラフト1位で花巻東高から入団した大谷と、同3位で中大から入団した鍵谷。 高卒と大卒こそ違えど、同期で二人だけがルーキーイヤーから開幕一軍を勝ち取るなど、多くの時間を共に過ごして絆を深めた。続けて大谷は、鍵谷さんとは同期で入団して、長い間現役で頑張っている姿を見させてもらって一緒に頑張りたいなという気持ちで頑張ってきました。引退されると聞いて少し悲しいですが、僕自身もっともっと頑張りたいなという気持ちになっています。 これからも応援していますと話し、場内からは拍手が起こった。大谷が海を渡る前の2017年までチームメイトだった2人。地元、北海道出身の鍵谷は2019年途中に巨人にトレード移籍し、昨年限りで戦力外となると、今季育成で日本ハムに5年ぶりに復帰。7月に支配下を勝ち取ったが一軍での出番はなかった。 この日はプロ1年目以来となる先発のマウンドに上がり、打者2人をピシャリ。新庄志監督が花束を持ってマウンドに出向き、ナインナもマウンド付近に集まってねぎらった。スタンドでは妻の青谷優衣さんがこらえきれずに涙を流していた。プロ通算420試合目、渾身の9玉を投じた鍵谷は最後まで笑顔でマウンドを降り、ひとまず抑えることができたことが一番。 エスコンフィールドのマウンドはとても気持ちよかったです。久しぶりに戻ってきた僕を温かく迎えていただいたファイターズファン、監督、コーチ、選手、関係者の皆さんに心から感謝したいです。野球人生を最高の形で終えることができましたとコメントした。